人工重心。人工重心とは、ある地域に住む、人々の居住地点からなる図形の重心である。物理的に説明すれば、その地域に住んでいる全ての人が、同じ体重を持つと仮定して、その地域を支えることができる重心となる。本来ならば一人一人の住民の自宅が所在する、軽度、井戸をもとに重心を求めるのが望ましいが、これは事実上不可能である。 そのため通例は、基本単位区、町長目、市区町村などの人口データを元に計算し、単位区の人口は単位区の中心、役場の位置を使うことも、に集中していると考える。広い地域の人口重心を正確に計算するには、3次、元空間上で重心を計算し、それを地表に投影して人口重心とする。 これは現在ではコンピュータで簡単に計算できるが、人工重心の統計はコンピュータが普及する以前から取られており、手作業で計算できるように近似計算が行われている。地球の丸みが無視できる程度の狭い地域、あるいは、経緯線の歪みに工事の項がない赤道付近なら、人工重心の経緯度は、経緯度それぞれの平均である。これは、 経緯線を格子で禁じすることに相当する。やや正確に計算すると、高移動ほど経線の間隔が狭まるので、経度の計算に対シードに応じた重み付けが必要になる。この式は、日本の総務省国勢調査2005年や米国国勢調査1960年代で採用されている。ただし、アメリカ合衆国程度のスケールでは、 遺線の湾曲による影響がスケールの事情で効いてきて、この式では実際よりやや南の結果が出る。定義や計算に使うデータの精度は様々であり、三次元のベクトルにした大都市の人口を平均して地球内部に点を求めたもの、地球表面のグリッドに人口を配置して測地線の和の最短を地球表面上に埋めたもの、 国別人口に対して即地線の輪の最短を地表面上に求めた渦などの例がある。いずれも中央アジア南部から南アジア北部に重心を得ている。オーストラリアの人口重心は1911年から1996年までシドニーとアデレ,レードのほぼ中間にあり、ほとんど移動していない。スウェーデンの人口重心は2006年にはエレブルーにあり、 南に移動している。ドイツの人口重心は2004年にシュパンゲンベルクにあり、西方へ移動している。日本の人口重心は国勢調査の結果に基づいて総務省統計局から発表されている。2000年までの算出方法は市区町村内のすべての人が市区町村役場にいるものと仮定して計算されていた。2005年以降は市町村合併の進展を踏まえ、 より聖地に算出する観点から、基本単位区の図形中心点にその基本単位区の人口が集まっているものと仮定した方法により、計算される。日本の人口重心の動きを長期的に見ると、首都圏への人口の転入超過が続いてきたことなどにより、概ね東南東方向へ移動している。国勢調査の行われる5年ごとの人口重心の 移動距離は昭和40から45年に東へ 8.3km 移動したのを最長に、その後は約1から 3km の移動となっていて、2000年以降は現在の石地となっている。とはいえ、日本国の国土の重心は、新潟県西部の糸井川市の沖合の日本海上、北伊37度30分52秒、東経137度42分44秒にある。 これを比較すると、人口重心は、国土重心よりも、緯度1度56分1秒、経度40分28秒だけ、南南西に偏っていることがわかる。東京都の人口重心は、2005年現在、和田堀公園近くの杉並区大宮2丁目にある。50年前と比べて、約2トル、西に移動したが、これは戦後、多摩地域の人口が増えたためである。 2010年現在は、にある。東京23区の人口重心は、2010年、現在、新宿区市ヶ谷本村町の防衛省付近にある。2010年の国勢調査では、アメリカ合衆国の人口重心は、ミズーリ州にある。1990年の国勢調査では、アメリカ合衆国の人口重心は、ミズーリ州であった。アメリカ合衆国の人口心は徐々に、 精神している1790-1800年には東部のメリーランド州にあったが、1810年にはバージニア州、1820-1850年にはウェストバージニア州、1860-1870年にはオハイオ州、1880年にはケンタッキー州、1890-1940年にはインディアナ州、 1950-1970年には、イリノイ州にあり、ミシシッピ川を越え、ミズイリ州に入ったのは1980年からある。ロシアの人口重心は、工業生産、商業の重心とともに、モスクワより東にあり、いずれも、ウファの付近を移動している。1959年から1989年に、かけては東に移動していたが、1989年から2002年の、 間には西に戻っている。緯度と経度のそれぞれについて、人口分布の中央値となる点を、中央値中心、メディアンセンターという。その地を通る経線より、西の人口、東の人口、その地を通る移線より、北の人口、南の人口は、すべて等しい。日本の中央値中心は、2005年現在、長野県南部の飯田市付近である。 人口重視により東にずれているのは人口分布の東西非対称による。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。